お前俺が本当に嘘つかへんから一言目何言うか当てれる？実況パワフルプロ野球。実況パワフルプロ野球。みんな大好きやったね、あれ。さあ、というわけで本日ビッグスマメ高崎店さん、よろしくお願いします。うわ、ちょっと俺やっちゃおうかな。いくで、よーい、アクション。あ、レンジありがとう。じゃあ全然しない人映ってる。成り上がり、お願いします。うわー気持ちいいねこれ。ありがとうございます。涼しい、みんな揃っていってる。あ、え、めっちゃカード、めっちゃカードや。ちゃまてんね、これなんすよ俺今ハマって。まあカードでいいか。ちょっとマジで今ちょっとハマってて、休みの日費やして結構売ってるんですけど、ちょっとおもろい。あのね、ビルクラミがあるので、まあちょっとその辺説明できたらいいなというふうに思っております。あ、こっちか。どうも磯丸です。今年も新ミッションが始動しました。今回は個人ミッション。新ミッションのルールはこちら。4つの中から1つでもクリアできれば罰ゲーム回避。失敗した人が集まって隣駅で罰ゲーム。罰ゲーム受けるつもりはないよ。成り上がり。はい、というわけでゾンビランドさんがやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。あのね、まあ、ちょっと導入からだいぶ経ってるんやけど、まあ、まだ打ててなかった台で、多分ヨシキさんも打ってないよねっていうので、まあちょっと、まあ、勉強しようかなと思って触ったのがきっかけでございました。こんな名機があったとはという感じなので、まあそれも一応言っていけたらなというふうに思います。ただ、まあ、休みの日に打ってる分なので設定関連が全く分かんないんですよ。そこだけちょっとご了承いただけたらなと思います。というわけでゾンビランドさんがやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、はい、というわけでまず簡易的なこの台の、説明で言うと、目指すはここ、ゾンビランドサガっていう ST を、ね、を目指していく、まあ、カバネルみたいな感じでボーナスループさせてドラマ出していくんやけど、まあ、そこを目指す。で、目指すのにはどうしたらいいのって言ったら、基本的にはチャンスゾーンを経由して ST に当てるっていう、まあ、よくあるゲーム性、でございます。で、この、まあ、サガズ柄があるんやけど、チェリーとかリチャクルがなくて、このサガズ柄をうまいこと連続させることによって、まあ、しっかり状態というかね、あのチャンスを当選させて、まあ、当てましょうねっていうのが基本的な流れなんやけど、まあ、これが実際やってることはいろいろ複雑ですよということでございます。でもまあ一応分かってたらいいのは、36分の1ぐらいで通常状態やと差が揃いしますと。で、差が揃いした時に、まあ、大体 37% ぐらいかで差が揃い広角に行くよ。で、その最中に連続で差がを引いてねみたいな、その状態の時はだいたい9分の1ぐらいで差が揃うんで、まあ連続で引いてないとみたいな、こんな感じでね。で、この時で 37% で、差が揃い広角いきますっていう話なんやけど、実際やってることとしてはこれ今ボーナス、これ2枚掛けなの気づいてるかなみんな。これ2枚掛けで、ここから次3枚で、まあ、リノみたいな感じでボーナスいくつものゼロボーナスとリアルボーナスを複合して状態を移行させてるっていう感じなんよね。まあ、ちょっとここギルクラミがある。ギルクラは RT レベルだったけどね。先に説明しとかなあかんのが、この台4つの状態がある。1つ目はボーナスが何も成立してないフラットな状態。2つ目がゼロボーナス A っていういわゆる通常時ですねが成立してしまう状態で、ゼロボーナス B、 これが ST 中だったり、まあチャンス層の降格状態っていう感じです。で、もう一個にアナバラボーナスっていう、まあ、あのリアボー枚数もらえるボーナスがあるんやけど、どれかの状態に必ずいます。で、今斜めを引いたことによって、今ボーナスリセット状態に行きました。何もボーナスが成立してない状態です今で。ここからのレバーオンで大体3分の1でどれからボーナスが来るって感じだから、ここからのレバーオンめっちゃ大事。まあ、やっていきましょう。で、実際約 37% ぐらいで差が連状態に行くっていうのは、この0も B が成立してる状態って覚えておけば OK で、0も B はどうやったら成立するのって言ったら、平行の差が揃い、こっからはここですね、ちょうど引いた平行の差が揃い、これが成立したので、今0も B おは頭のボーナスのどっちかに当たってるって感じです。で、ボーナスを発動させてしまうとまたリセット状態に戻ってしまうの。
もまあいいことなんやけど、まあ、戻るのよ。でまたそのダメなゼロボ A かそれ以外かに行くっていう抽選をします。で大体 50% ぐらいで 50-50 ね。まあやっていきましょう。まあゼロボ B かアダバのボーナスどっちかに当たってるんですけど、まあ多分ゼロボ B かなと、演出的にね。でこれ頭のボーナス当たってる場合はこの連続演出で当たりますという感じでございます。でリアボなんで早めに揃えることもできるっていう感じですね。まあダメってことで、おそらくゼロボ B にいるかなという状況でございます。ゼロボ B が成立してる状態だと何がいいのって話なんですけど、平行の差が揃いが連続できやすいので、まあチャンスゾーンまで近いよという話でございます。この状態じゃないと基本的にチャンスを当てられないと覚えておいたら OK で、じゃあそのゼロボ B っていう状態はいつ終わんのっていう話なんですけど、もうこれ今落ちてます。ちなみに言うと、はい、ゼロボ B にいるときは一枚役、を揃えられなかったときに転落します。でそれを揃えれたら回避できるんやけど、それが実はタコ当てになってるっていう話でございます。タコ当てと最後色2択ね。まあでも、今上段リプレイ落ちてきてたんで、上段にリプレイが揃うときはゼロボ A にいるときっていう風に覚えとけば OK なので、今行われたことっていうのはおそらくゼロも B に飛んだんやけど、すぐに転落を引いてしまってボーナスが何も成立してない状態にいたんよ。やけど 5.3 分の1ぐらいでゼロも A が成立してしまうんやけど、まあそれが成立してしまったっていう感じ。じゃあこのゼロも A から抜け出すためにはどうしたらいいの、これめっちゃ大事なんですけど、これが実は斜め坂揃いなんですよ。斜め坂揃いはトマトみたいな感じで一回またリセット状態に持っていくっていう役割があります。これを覚えておくと非常に楽しいで、まあ特徴いろいろあるんやけど、これはゼロボ A の状態っていうのは基本的にベルが成立しないです。手目的にも、まあ、上段のリプだったりが出るっていう感じですね。まあその他もろもろいろいろあるんですけど、だから今まず自分がやりたいのは斜め揃いの佐賀を引いてこのゼロボ A をまず成立させてフラットな状態に戻るっていう。でフラットな状態やったら、まあ、5.3 分の1のゼロボ A か大体 7.1 分の1ので飛んでくるゼロボ B に入れるか、あるいは21分の1だか23分の1ぐらいで成立する、アラバのボーナスどれかに当てるかっていうのが、まあ、目指しているところです。なのでまず斜めを引いてリセットさせることが目標。ちょっとややこしいでしょ、ちょっとややこしいけど、これギルクラの時もそうやったんやけど、まあ、例えばギルクラとかさ中段リップ引いたら RT 状態0に戻るとかで、 RT 状態1の時に弱チェとか、2の時に弱チェ引いて RT レベルを3に上げるとか、なんかそういういろいろね内部状態が移行してたんやけど、まあ、そんな感じでこの台は RT のレベルじゃなくってボーナス0ボーナスで移行させているっていう感じでございます。で基本的に熱い状態っていうのは0も B っていうことを覚えておけば OK で、ここからがまたややこしくなるんやけど、この0も B とか0も A とかかけるチャンスゾーンの当選に影響を与える状態っていう概念もあるのよねややこしいんやけど、まあそいつはどうやって移行するのか、基本的にはまあ100ゲーム消化したりだとか、上段のリプレイこれですねの 6% ぐらいでまあ状態が上がったりとかあるんですけど、まあステージが移行するのでまあ分かりやすいかなと。で基本的に100ゲーム回したところっていうのが熱くなってるんで、100ゲームのところと合わせるのが大事って感じだな。でまあ、今これ多分斜め逆揃い引いたんで、これで今何もボーナスが成立してない状態になります。これ今からやるのってこれ引いてトマトの時もあったと思うけど2枚掛けみたいな感じで、今からこれ2枚掛けして3枚の払い出しを行います。これ3枚の払い出しなんやけど、これでリセットされた。でここからです。ここから0ボ A より先に0ボ B を引きたいっていう感じです。でゼロも B の合図としては、平行差が揃い、まあ、アダバラボーナスもあるんやけどね。あと1枚役 B からも重複します。これ今何も、ま、多分まだ成立してない状態やと思うんやけど、まあなんか知らん間に、1枚役 A ですね、厳密にはが成立した時にそのゼロも A に移行してしまうので、でちなみにこのもう1枚役 AB とかは 見分けられないんで、だいたい数ゲーム回してああもうダメだなみたいな、ゼロボ A 入ってるなみたいな、だいたい今のでゼロボのボーナス準備状態の移行の話はざっくり終わりです。ざっくりね、このややこしいのがね、やっぱりそのボーナスが何も成立してない状態っていうのは、まあ、何かしらのボーナスが3分の1で飛んでくるのよ。だからまあだいたい 4,5 ゲーム回せば、まあ、何かしらのボーナスが入っちゃうと、その時にまあ平行差が取れとかがなければもう結構ちょっと危ないなって覚えておけば OK かなと思います。
で、まあ、こんだけ偉そうに言ってるけど、まだ上位も入れたことなければまともに球出したことないんで、まあ、1500枚くらいはあるんですけど、あのね、出すのめっちゃむずい。なんかそこもちょっとね、ギルクラミがあっておもろいなって、お前これでも分かんのかいみたいなが多くて、ちょっとあの好きになりつつある。さあこれで斜め引いたんでリセット、2枚掛けからの3枚、これ見といてね、今21枚でしょ、これが24枚なので、まあ、3枚これで、フラット状態になりました。ここで先に引きたい平行逆揃いを OK。 これでこのシーンでアラバラボーナス or 0歩 B が成立した状態。赤文字出てる。これはアダバラボーナスが当たりましたね。こいつがね、まあ、良くも悪くも天井ストッパーなんですよ。なんかね、出た当初ヘルボーナスがあるみたいな言われてるんですけど、その状態こいつですね。これは今ボーナス非成立状態から23分の1ぐらいを引いてアダバラボーナスで当選したっていう感じになります。このピンクの7やな、はい。で、151枚の払い出しで終了するリアルボーナスでございます。で、この最中はここのイコライザーを貯めていくんやけど、玉増やすボーナスやと思ったらあかんすね。この15枚役が結構ムラがあるんで、あとヘルボーナスって言われてた理由が、この白8個の時ちゃんとバー狙ってあげないと一定数ベルが来ない状態になるらしいんで、まあ、ここはしっかりバーを狙ってあげる。じゃあこれ何なのっていう、まあ、当たり前なんですけど、このボーナスの終了条件が151枚を払い出すことなんですよね。じゃあそれ終わった後どこに行くので、ボーナスフラット状態に行くんですよ。つまりレバーオン熱いよねっていう話でございます。お気づきの方いると思うんですけど、この穴場のボーナスはその終わった時に次に引いたボーナスが成立するんで、穴場のボーナスが成立する可能性もあるんですよ。だからこのボーナスが1次することもあります。まあでもさっきも言ったら思うけど、別に増やすボーナスじゃないんで、まあ、60枚くらい取れたらいいかなっていう感じで、この最中ボーナス消化中ですね、こういう感じで平行逆揃いくるんで、これいくとあの黒結晶みたいなの溜まっていくって感じ。これはST 入った時に有利になる感じですね。で、いつじゃあそれ振り分けられるの、これ151枚払い出し終わった後なんですけど、ここがね、ちょっと見えるんかな、ギリ見える、これハテナハテナハテナになるんですよ。こっからこのハテナ、今ボーナスが終了しましたっていう状態、こっからのレバーオンでボーナスが成立した時点でその場所に振り分けられるって感じ。いきましょう。これは今何も、ボーナスが成立してないので、この最中はこれが溜まってくれます。だから3分の1引かない、引き続けない方がここはチャンスやな。ちなみにこの出目とかもボーナス非成立状態しか出ない出目とかなので、まあ、そういうのも覚えていくとさらに面白い。さあこれで何かが成立しました。これやったら一応0倍の可能性がある。まあ一応平行、これ出目やばいな。だから1枚役 B からも一応0倍 B にチョークするんで、ワンチャンここは可能性あると思う。ああダメか、ごめん、多分0倍 A 引いちゃいましたね。はい、うわ今惜しかったな。あんな綺麗な配列ないんですよ、基本的に地下室あるんで。だからこっから今やらなあかんのは、おそらく0倍 A が成立してしまってるんで、そのボーナスを終わらせてあげること、それすなわち斜め逆揃いやなとか考えながらやってたら、気づいたら2万3万とか出るんですよさあこれ斜め引いたんで、これで解放です。3枚払い出して、こっからこのレバーを先に 7.1 分の1を引く。あ、引きましたね、ようやく。0歩 A の状態からいきなり平行揃うことは絶対にないので、これはちゃんと0歩 B にずっといました。で、こっからチャンスゾーンレベルを上げていくっていう感じやな。今この0歩 B が内部成立している状態は平行逆揃いが多くなってるんで、こんな感じで平行逆を引きますと。で、定格状態の時ねはこれでも大体 50% ぐらいで差がレベルが0から1、2、3と上がってきます。で、3までいけばもう差が揃い引いたらチャンスに行くって感じで、大体 50% ずつ上がっていくイメージやな。これも引いてんじゃない、引けてないわ。あ、なんかエレクトリック差が発展してるわ。なんかあ、これボーナス成立してるの。あ、当たってるわ、ごめん。あーってことは1回目の差が揃い引いた後に1枚よく転落しててフラットの状態からアダバのボーナスが成立したって感じです。違いました。なのでこれはチャンスゾーンってことか。いや違うな、あ、じゃあボーナスだもんね。今すごいスピードで多分行き来したっすね。今日衝撃しました。どういうこと、これめっちゃ設定差あるっす。マジでわけわからなかった。あ、俺ボーナスが設定したんかなと思ったけど、なんでボーナスで勝ってんのこれ。じゃあ
まあ、一応これエピボやからか、なんかすごいとこんな当たり方マジでしやへんっていう当たり方しましたね。急に話ができたっす。さあというわけでなんか変な当たり方ではあったんですが、ゾンビランドサガ ST に当たりましたね。これで ST ちょっと重めに作られてるんで、これ入れるんがね結構大変で、穴場のボーナスで苦しめられるんですけど、なんとか入ってくれましたね。でこっから始まるのが ST でございますね。でボーナスと ST をループさせて出玉を出していきましょうねという感じでございます。ついてこれてる？大丈夫今んとこギリギリ。だから当たり中に落ちることはないけど、落とそうと思えば落とせるってことね。これとかも転落の景気なんよ。やけど押し順で回避してくれてるって感じです。さあ行きましょう。ここからゾンビランドサガでございます。だいたい継続率 77% って言われておりますね。行きます。さあこの最中どうやったらボーナス当てれんねんっていう話なんですけど、基本的に30元もらえます。で、大前提分かってたらいいのが Z 揃い、これ Z なんですけど、 Z 揃いしたら当たりです。200分の1で強制的に揃います。でそれ以外の当て方、もちろん今0も B が成立してる状態なんで差が揃いしやすいのよ。平行差が揃いから、まずは平行差が揃いを目指します。平行差が揃いを引いたら必ず前兆に行きます。で4ゲーム間の前兆行くんやけど、その間にリプレイか差が揃いを引けたらこれの色が上がってきます。色が最終的なボーナス期待度、これ覚えておけば OK。 差が揃いが引きたい、9分の1ぐらいでは成立するんでね。これちなみに引けなかったらもう問答無用で終わるんで今こう0も B が落ちそうになったのを押し順で隠してくれたら、これ通常時やったらもうファースト間違ってるって感じだな、イメージ的には。先生サガゾロ引けです。 A、 いや引いたかな、 OK。 これでタガゾロ、 O は Z ゾロいね。で Z はどこにでもあるから適当に押しても揃います。でボーナス順に溜めてたイコライザーここで活躍するという感じでございます。これ今青なので、まあ、このままやとほぼボーナス当たらん、 10% ぐらい期待度で、ここからリプレイで1段階以上、サガ揃いで2段階以上色が上がってきます。青、黄色、緑、赤、紫、レインボー、これ引いたな、サガ揃い引けたんで2段階以上上がります色が。はい、2段階ですね。で緑で大体 40% ぐらいで、今リプレイとかを引きたいわけで、リプレイとかよく落ちるのって左ファーストラミだよ。これ OKOK、 これで赤までいったんで8割ぐらいあるっす、ボーナス期待度が。でちなみに、この機種の機種ミッション一応絶頂サガっていう、まあ大地さんといえば絶頂の絶頂サガらしいので、まあ、じゃあどうやっていくか見たことないんですけど、まあそこらしいので頑張ります。さあこれ一応 80% の期待度があるような状況でございます。でこの最中はゲーム数ホールドしてくれるんで、もし連続リスト当たってなかった場合でもこういうサガ揃いとかで書き換え抽選は一応行われておりますという感じです。まあこれ当たってるんで多分大丈夫なんですけど、で次が多分最終ゲームなんですけど、まず最終ゲームに Z フラグを引けたとき、まあ、3.8 分の1を引けたときに色に応じて Z ゾロイします。はい、黄色で 12.5%、 一応赤で 50% って Z ゾロイは最初にも言ったと思うんですけど必ず当たるので、これ Z 引いてんな多分。こんな感じで、今引いたの、今やったことっていうのはリプレイフラグ、左右ファーストのリプレイあるじゃないですか、あれ左から押すと Z ゾロイなんで、 Z ゾロイのフラグを引いて、かつ赤の色の 50% の当選したから Z ゾロイしたって感じです。サガだから、はい、もうごちゃごちゃ言うてるけどサガだからで終わりです。でこの台の優しいところが、1回目のボーナスっていうのは穴場クラッシュか Z ラッシュ、どっちか言ってくれます。穴場クラッシュは Z ラッシュのチャンスゾーン、 Z ラッシュ 40% です期待度。いきます、 Z ラッシュ、さすがにね6割がこれいっちゃいます、4割がこれにもういけてたんでめっちゃチャンスやったんですけど残念でしたね。さあ行きましょう。でここから何するのって、次の1ゲームの間に今の 3.8 分の1の Z フラグを引けたら特化ゾーンに行くって感じ、大体まあ 25% ぐらいやな期待度はね。 Z ラッシュは枚数多くボーナス消化できるって感じ、特化ゾーン頼む、ファウ、ナビ出るな、あーだいぶ厳しい、あこれもう一冊っす。はい、これは普通のフラグを引いてしまったのでフランシュ10ボーナスと、だ1対1だこもるのよね魂が。この辺りから俺はあれこの台おもろいやんって思い始めてます、初落ちの時にね。けどこれ実は内部的に何をやってるかとかわからんかったら何のこっちゃっていう、枚数全然もらわれへんボーナスループしてるだけやんってなるんで、大体100枚です。これでこの最中もここの色を食べてくんやけど、これ白に戻るのやばいよな。
だ白スタートやと何回探すのに行かなあかんねんってなるんで、まあ、最近スロット始めたての一人はちょっと中身を完璧に理解するのは難しい。それこそギルクラとかダマチとかね、そういうのが好きやった人とかは結構ああなるほどねみたいな感じになるかなって個人的には思ってる。さあでここのプッシュを押すと一応、設定の人は出るんやけど、これ0号さんかな多分。これ6号さんが出ると一応6の期待度上がるらしいんやけど、休みの日に平打ちしててもめちゃくちゃ出るんで無視していいっす。さあ行きましょう。でこの曲貫通するのもかっこいいのね。もちろん引きたいのは平行 Z、 斜め Z は絶対落ちないんで斜めに Z 転売してる時点でもう外れ目と思ったら OK。 割とでもどんな演出とかでも平行 Z は来てくれるんで、なんか結構ねその俺コンテンツも知らんかったしこれね触らずに終わるかなって思ってないんやけど、もうほんとふとしたきっかけで触ってみたらいやいやいやもっとプロモーションプッシュプッシュしてよってめっちゃ思っちゃった。さあ平行サガゾロリが引けない。ただこういう時白のイコライザーの時もうどうしようもないじゃないですか。皆さん俺最初に言ったの覚えてます？200分の1で Z ゾロリするんでそれで強制ボーナス。あ、OK、これで、Z は平行の子ね。まあさすがに平行。さあこれで白スタートなんで白はもう絶望的っす。最低でも黄色はないともう絶対無理っすね。行きましょう。リプレイ以上引きたい。このダメダメ、これ Z ワンチャンあるな。あダメか、いや弱すぎ。これ発展せずに終わります。これこれやしっかりリプレイ引かないと。でリプレイフラグは 3.8 分の1なんでね。いやーよう出たね、よう出ました、はい、ありがとうございます。まあデフォー画面かな。ここ一応ね引いてたら可能性あります。引けてないですね。さあ残念で、フランシルボーナス2連で140万円、結構出ましたね。さあ行きましょう。でこう皆さんお察しの方多いと思うんですけど、実はこれまだ0も B 成立してる状態なんで、まあ熱いっちゃ熱いわけよ。ここを目指してるわけだからね。これで目もセーフで目ね、ゼロボ A では成立しないデメ。こんな感じでね、1番役はねめちゃめちゃ成立してる。これ危ないっす。これゼロボ B のピンチデメの分かりやすい感じ。この下段ベル転廃からの中段ベルが結構危ないデメなんで、まあこれ終わりましたね、ほぼ。で1枚払い出しないでしょう。これでおそらくボーナスフラット状態いっちゃったかなーっていう感じです。ゼロボ A っていう状態、基本的に今言った中でもう結構絶望的じゃないですか。終わっとるわみたいな感じなんですけど、一応ね上段リップが成立する可能性あるのよ。さっきからもちょくちょく出てたと思うんですけど、上段リップの 6% で上段上がって、で長考にいる時にゼロボ A を終わらせる斜め差がを引けた場合っていうのは急にえらいチャンスに行くんですよ。そこ行けたら次引いたボーナスによってはそのまま ST で行けます。来たら 50% ぐらい。だから意外と捨てたもんではない。さあ100ゲームいったんで降格、最低でも20ゲーム続きます。さあこれ斜め下がそろ引いたんで、これ今めっちゃいい時に行きましたね。でここでああほら来たー、これですよ言ってるやつ、下がロックチャレンジですね。次成立したボーナスによって行き先が変わるって感じです。もちろんゼロボ A 引いたら通常に戻っちゃう。ただゼロボ B 成立させた時点で ST これが濃厚になります。でもう一個穴場ボーナスの可能性も一応あるんやけど、まあ平行逆ゾロ引けたら俺の勝ち。ゼロボ B 行きましょう。まあ揃ったら成功ね。まあ疑似遊戯で教えてくれます。まあ厳密なこれ大事なのは次成立してる役です。これ一応ベッドでキャンセルできるんで、まあ見ましょう。はい、逆だから頼む、あかんわー、これゼロボ A 成立させちゃいました。悲しいパターンです。すいません時間かけたのに。つけどーし、こうなんかやっぱり頭のどっかでハマっていった時によしじゃあ切り替えて店長目指すかっていう瞬間絶対あるんですよ。たら気寄るんでね。止められるんですよね、アラバラボーナスに。3枚目でございますかね。いやー行きましょう。序盤の直撃以外全くいいとこないわ。ずーっとゼロボ A から抜け出せないですね。斜めね、引いた。これはゾンビ絶叫いかへんかこれ。まあ We are フランシュシかな。あー OKOKOK 行きましたね。
大体 50% ぐらいの期待なんですけど、まあゾンビ名ちゃうわ、何だっけ、サガメ引いたら Z 解放状態に行く。で Z 解放状態中は、これ今ゼロも B 状態なんで 3.8 分の1で Z が揃う。あ、そうなったら当たりね。まあ、リプレイとサガ揃いがめちゃめちゃ大事です。リプレイも大体4割近くではその Z 解放状態に行くって感じです。さあ来た、これの次ゲーム2、3.8 分の1引いたら当たり、フリーズします、いきます。これね、これ厳しい、はい、いやーもうこれ当てやんとこ一生得て当てないよこれ。 ASD か、終わりです、無事っす、やり直しやな、いけるぞ。まあこのフラットな状態で先にまた平行引くだけ、やること変わらん、終わった。今日は引き弱いの。耐えた、今終わったのに耐えた。これボーナスマジでやめてほしい、ボーナスだけはほんまにあかん。うーわやってるわマジで、もう最悪やもん。おーい、おい、これゾンビランド坂のよくないとこ出てるだこれ。天井手前のアダバダボーナスに殺されました、やられたよ、悔しい。いやー、ほんまに勢いはやばい、己の引きの弱さに憤りが止まらないっす。こんなむずいこと言うてるか、引いたー、長考で引きましたね。マジでここ 50% 取るしかないっす、決めます、キャンセルします。頼むぞ、サガだから、よっしゃ、あー取りました、危ねえ、ほんとにもう、まあ、唯一、ゼロボ A が活躍する場面でしっかりと決めることができましたね。でこっから、ゼロボ B に行くという感じです。だからここでしっかりと平行引いてるってことね、まあ、平行以外でも1枚役 B の可能性ももちろんあるんですけど、 OK、 なかった。でイコライザー緑なんでほぼほぼよっぽど大丈夫かなというふうに思います。おー、マジでマジで許さんからな、ほんまに全部取り返します。言うて1500枚でしょ、1500枚までは出したことある。さあ行きましょう、ゾンビランドサガ2回目、速攻引きます。まずはサガ揃い、よいしょよいしょ、厳しい、まずサガを引くところからよ。さあ OK 引きましたね、 Z まで見えてる、まあさすがにサガ。さあこれで8割です。さあ当たってましたね、裏ボタン、これでなんか紫にボタンになったら絶頂らしいけどね。ああ引いてる、レインボーまで行きましたね。まあこれ Z ラッシュ来そうやな、サガおめでとう Z ラッシュ、なんでやねん、まあしゃあないね、これを引くだけね、 3.8 分の1、この台ここめっちゃ大事やから。クラッシュ、ナビなし、どこ狙う、バーはちょっと強すぎるんでバーを外しましょうか、この辺、これ絶対あるな、え、これ行ってないか、中断電波でモノコね、行きます、ノーコではないわ、サガ揃いがあった、で一応サガ揃いもあれないけどダメでしたね、これは、はい、行きましょう。いや引かれへんね、まあまあまあ、あとあと引いていくよ、100枚ね、はい、まあ、100枚ねというか大概100枚って感じだね。さあ行きましょう、これね、めっちゃ出るけど全然そんなことないから大丈夫、これ一応6の時に出やすいキャラらしいやけど全然そんなことないから。最後 Z ゾロ引いちゃうのも早いけどね、 OK、 とりあえずサガ青、こっからよ、サガ引くのが強い、これいい、よし2段階、オナはまだ確定は出なかったけど全然あります。でもう一回リプレイ引いときたい、これリプレイ、リプレイ OK、 これで赤、赤あればまあ8割なんで、けど油断せず、サガ揃いまで待つやつから、いやまあそのまま行きましたね、 OK、 でフランシュボーナスと、まあ、2連目はね 25% なんでしゃあない。これがね100しか取られへんからほぼ9割100なんで、それが結構きついのよね。さあ行きましょう、 OK、 でまたちょっと青ぐらいまで食べたいなという感じです。
よし行きましょう。 A は行かないの。あ、行った。 OKOKOK、 ありがとう。あ、ありがたいですね。黄色スタートしてくれてます。あと1個あげよう、とりあえず。あ、金魚、何これ。 Z いた。 OK、 いや、これはこれですね。これで上がって取ったって感じ。 OK、 うわー、ありがてえ先生。下パネ消えてるっす。下がだかな。 Z ラッシュかな。いきます、3回目。あ、 Z ラッシュいきましたね。 OKOKOK、 こっからもう 3.8 分の1を引きまくるゲームで、になります。いきます、バンバンバン。これずっと言ってたと思うんですけど、あの本来この Z 揃いっていうのは右ファーストのリプレイで、なってるんでね。 3.8 分の1、これをコンボを5コンボ目指します。で、一応あれもある、下段揃いもあるんで、この坂揃いもあるから、坂揃いがね、良くないのよ。まあ、でもコンボは引き継がれます。引き継がれてないです、ごめんなさい、嘘つきました。あくまで Z ね。で、60万以内で終わったら一応取り放題ボーナスとかで、乗せなしで終わっても取り放題ボーナス濃厚とかあるんですけど、来た、3桁じゃん。3桁ドライブいきます。これゾンビジャンプやったかな。はい、飛べ。500持ってくる、500。あ、バイオハザードだね。もう一回。いやー、180か。いや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 、十分十分十分。オーケー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 。これは引いてるね、多分。ああ、そっちは引いてないんかい。オーケー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 。30、こっからコンボ伸ばしていきます。03、一冊やで。270枚、まあ可愛らしい感じの終わりです。で、これ何がいいかというと、やっぱボーナスを消化できるゲーム数多かったら、これ色貯めれるんで次につながるっていう、これがいいですよね。もうちょい Z 引きたかったね。コンボが伸びやんかった。まあでもゾンビジャンプしてくれたんで、ある程度行ってくれましたね。さがー、いや、もうここはちょっと自力で何とか超えるしかないんで。ただね、何度も言ってます、200分の1の Z ゾロある、何とかする。いきます、一発目からサガ。 Z でもいけろ、サガ。これ白ね、今 OK、 これで青。さすがにまだ取れへん。差がゾロ引いたらめっちゃ強い。あー、 10% 無理。 OKOKOK、 黄色、黄色までいけば一応 15% ぐらいかな、多分あるんで。 OK、 緑全然ある。これはもうさせって話。いやー、ただ一応最終ゲームに Z 力を引けてたら、内部的にね、引けてたら 25% で揃ってくれます。で、一応ここ最終ゲームなんで、ビックリマークとかないけど、 Z 引いてないな、パピー。これダメなんだよね、まだあるよ、全然ある。え、発展早すぎ、割れた。いや、これ絶対発展ちゃうから引いてるよね。 OKOKOK、 3段階いかんか。リップ OK、 熱い。4、まだまだあと1ゲームくらいあるんで、多分。いや、引いてる。 OK、 よし、とりあえずボーナス高くて、さあ行きましょう。よ、最後、たまには200枚。マジで来た、嬉しい。 OK、 熱い。 OK、 ボーナス。あ、しかも点滅したの今。よいしょ、 OK、 いきます。絶頂差が、はい、いきましょう。 3.8 分の1、引くで、引く、無理やり取ります。 Z ラッシュ、ナビはいらないっす、とりあえず。ナビなし、うわー、出てるけど、出てるけど、左ファーストならダメです。くー、ギリー取れねー。まあ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 、行きましょう。うわー、これたまりきらんかった、マジか。いや、ここマジ頑張るしかない。808枚、 Z 揃いを引くしかねー。6セット目、意外とねー、なんでもないですから Z 揃いあるんで。取る、オッケー、これ差が引いてる。 Z でもおもろい。差が3個、2個ですね。引いとけ、3ゲーム連続。あ、うますぎ、よう白からいったわ。 Z、
盛り返した。さあフランシュシュ次が7回目で、かつ青以上からおそらくスタートできるんで、あち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 200200100。さあ行きましょう、7連目やね、7連目をかけたゾンビランドサガ行きます。オッケー、1ゲーム目に引いてる、これ今青です。なんで音止まって今これサガやな。オッケーオッケーオッケー、いやーオッケーオッケーオッケー、赤赤赤赤、オッケー引いた、これ連邦ちゃう、あー絶対引いてる、ナイス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 、アラバラクラッシュ来ましたね。これ 7回目でしたね。ちょっとそろそろ自力の自分で引いた Z ラッシュ持ってきます。まあ、全部自分で引いてんねんけど、 3.8 分の1、いい音になった気がした、いきますパン、よっしゃオッケーオッケー、引きましたねようやく。さあ Z ラッシュいきます。こっからもまあ引き続けなきゃあかんねんけどね、もちろん。あ、もう強制的に100枚に勝ち上げられましたね。何してんねん、何してんさあ白でちょっとこれは頑張んないといけないんで、ここ一番やね。まあ毎セットそうやけど頑張ります、行こう。 Z ゾロイを引きに行く、一応ラストサガも全然ある可能性は。サガ引けてないわこれは、いやーやってもた、924枚ですね。いやー惜しかった、実に惜しかった。まあ今まくりきれんかったで、まあねその出玉的な面ではねちょっとまだ伝えきれてないんやけど、まあ通常時ないし当たり方当て方とかやってることとかなんかそういうことの面白さで、この台でほんとスマスの中でも秀逸やと思うんですよ、その手に関しては。それをねみんなに、まあ、この動画通じて知ってもらえたら嬉しいなって思います。まあ、実際結構ややこしいんやけどね。まあでも玉でも見せますけどね、なんとか頑張って。一応来たら 50% で言われてます。頼む行ってくれゾンビランドサガ、行きます。いやーもうラストジャッジまで行かれへん。これ皆さん気づいてるか分かんないですけど、伊佐さんもう天井目指してますから安牌取りに行ってます。フランシスやめて、残り1回転で3人どうやって集めんねん、全然無理っす。いやーマジでチャンスゾーン当たんなすぎだろこれ。いやもうマジ頭のボーナスだけほんまに気をつけよう、気をつけてもどうしようもないけど、まあ、てめえのレバーで持ってきちゃってるんでね、こういう今フラットな時にこういうのが危ないのよ。でも発展に行ってないんで大丈夫かな、あこれセーフね。今 B にいます、 OK。 まだ連続してない感じはするけどな、 OKOKOK ナイスナイス。いやこの S でこれ多分チャンスいってます。あーここかゾンビ屋敷、いやんでやねんマジでいかんなまあ、振り分けはね、もちろんこれが一番高いんですけど、急にやろうって言った同窓会でももうちょい集まるぞこれ。あー、OK、50%頼む、下がだからー、なー、よかったー、3回目です、マジ、ようやかだったよ、ほんと、駆け抜け怖えーって、穴場のボーナス1回も当てらずここまで来たんで、全く溜まってないです、はい、決めます。さっきより伸ばすと持ち玉300枚あります。一応駆け抜け、ちなみにこれ平気であるんで引かんとあかんす。さあか、何リールロック Z でいい、 Z 斜め下が電波おかしいんで、さあ行きましょう。 Z ラッシュ行かなかったが200分の1の下がを引きましたね。一冊やんけ。じゃあまだ差がね継続あるな、ないっすね、はい、200枚の振り分け、200枚以上頼む。
これでもたまらんぞ。青でゾンビランド探すね、行きましょう。Z でいい、ナイスサガ。残り15ゲーム、リプレイリプレイリプレイ、 OK。 もう一個いっ、 OK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 、 サガゾロイ Z、 ナイス。アダプクラッシュいってるわ、 OK、 行こう、 OKOK、 全然ある全然ある。テンパイ、くっそマジ引けねえわ。さあ100枚、さあ絶望的な状況からスタート、どうすんねんこれ。ナイスタガ、行きましょう、ファロー、 OK、 この時点でサガ200分の1、よう引いた。さあ行きましょう、オッケー、でかい、これめちゃめちゃでかいな。サガだから耐えました。あ、200や、よう取れてる。あー Z 取るよね、 OK、 100リプレイでいい、オッケー引いた、よーし勝てん、ナイス。これ次で7連目なんで、ここ頑張りどころっすね。200頑張りどころやけど白やもんな。まあでもしゃあね、行きましょう。709枚まだまだ行くぞ、ここめちゃめちゃ大事。もう一回くー、いやこれはいってるだろ、いやもうほんの一択やん。 OK、 サガだから、ナイス、よう引いた200分の1。さあそしてここ取ります、 Z ラッシュ、逆転の一手 Z、 いや今いい音だった、いい音だった、パパパー言うた、いった、ナイス、よひだ。さあ Z ラッシュ、よし引いてるね、下がながら50、ワンコンポ、いやー引いてるね、これは多分、あ、ダメ、あ、厳しい、いやマジ下手やわ、マジ下手。50、3、4コンボまでは行きたい。 S で止まるな、あーもう弱すぎ、40、140ですね。ここでまくり切るは無理でしたね。いやでもこの ST はだいぶ白で耐えてるわ、ねじ込んでる。まあでもずっとこれやるのは無理なのでね、どっかでリベンジ持ってこないとね。よし行きましょう、815枚、ナイス。今青ね、もう一個 OK、 リプレイ、とりあえず黄色、もう一回リプレイ、オッケー引いてるわ、あー Z だ、ナイス。さあ白の半分で、今ここ白でいかなあかんか、サガだもんな、行きましょう、白で行くサガでございますよ。これはまだ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 いける、マジかよ、200分の1すごすぎ、すごいいい票ついてきたわ、あのエッセ君だよな。ちょ、これ青行きたいな、ほんなら10連のところなんで、まあ、10連目以降は一応アダマナクラッシュ 25% で金、いやまあまあもう白でやるわ、白でやるしかない、ちょうど1000枚ですね、一応 6の下っす。いやよう引いた、取るぞこれ、つなげる、10日目でございます、 OK 引いてる、よっしゃマジかよ、よう引いた。さあクラッシュ、これほら来た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 、これ25番引けたらエピソード上位 AT やね。じゃあクソ集中マジで、ここ取るわマジで、なんでやと思う、サガだから行きます、俺なら取ってる、エピソード
Z 見せてみろ。いきます。とったまして、うわー、ナイス。初めてや。でもこれ銀金エピソードだよね多分ね。さすがにね。よし、オッケー。リターンズ90パルプいった。めっちゃ嬉しい。うわー、来た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 。よういった。ここまで、ここはもう30ゲームごとですね。でレインボーでアザスって、で40ゲームに増えますね。何引いたこれ。ストックっすね確か。エピソードボーナス中は160分の1だったかな、なんかのぐらいの確率で取れるんですよね。マジで始まるわこれ。もうネーバーエンディングですよ実質。いやー素晴らしい。いいっすね。行きましょう。リターンズね。リターンズちゃうわ、リベンジか。レディー6号5号。こんな感じなんや。リベンジね、素晴らしい。まあ、とりあえずボーナスも2つあるんで、アラバダクラッシュ以上の割合が多分 50% ぐらいになってるって感じですね。で40ゲームやね、あともろもろ込み込みで 90% ループ平均ねなってるという感じでございます。 OK。 ああ Z 引いた。さあ行きましょう。まだもう一個ストックあるんでレインボーですね。ちなみにこれ揃えないと始まらないんで、これだけちょっとね目押し苦手な人はめんどくさい。さあ黄色までいってるね。ああ、200でかすぎ。でげえ。オッケー、まくりやなこれ一旦。いやでも Z 揃いの引きに助けられたな。いくぞ。はい、魚から。オッケー、二角。ああ、まあ無理か Z は。お、引いてるー。Z 揃いは線が、まあ、左ファーストで Z 揃いしないけど引けてないってことでね。よし、あらまだ OK。 ナイス、ぬるっと引きましょう。いやーむずいよー。まだこれ上位入ってから1回も引いてないですね。で100ね。いやー終わるなこれ。まだ終わってないか。白もっぱつさが、もっぱつさが、これが俺の差が、差がだからいった。オッケーオッケー、熱すぎる。まだ分からん。いやなんでなん、大丈夫これ。いや当たってるからさすがに、けど油断せず、Z 揃いを引きに行きます。 Z あれこれ Z やろ、引いてるやろ。オッケー、あぶねー。差が、あマジ怖い今の。さあこれ乗って気持ちよく行きましょう。終わった。ほんまいかれへん。もうなんなんこれマジで。 3.8 分の1よ、引けるやろ。 OK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 。 1760万円。紫ナビ絶頂ナビやろこんなもん。200。ナイス、いいプレー。オッケー、もう一発。これが弱いな。まず黄色行きたいけどこれは無理か。いやデミがおかしい、これ差がやな。オッケー、いや熱い。そうか、まだ発展じゃなかったか。あと1ゲームあった。最高。いやこれ演出外してそうなんで、ちょっと Z 引きに行きますわ。行きます。 Z、あかん。いやこれ無理かも。で終わっちゃう。うわーマジでこれ千載一遇。いやしゃあないね、切り替えよう。こっからです。まあ、リベンジはハテナになってから坂目引けたら戻せるんで引きます。坂だから終わったー。1850枚。マジかー。いや今からって時やったのにな。
押せ。ああ一回フラットに戻ってからもう一回行ってるか。これボーナス久しぶりに引いたな。頭のボーナス、いやー悔しい。伸ばし損ねましたね。差が引くだけやのにな。いやあの赤外したんがねもう積んでましたね。あれ悔しい。まあ、まだチャンスはつながってるんで一応。あ、オッケー。これよっぽど大丈夫で。あ、でもパーどうだろうな。おゾンビ目引いてるやろ。オッケー。この時点でこっから上のどれか、これがいいっす。もちろんこれが一番いいけど。オッケーオッケーオッケー。まだまだいける。ちょこれで当てるとこお見せしてないんで、ここの G ゲームよ。さっきと同じ Z 目引けばいい。頭のクラッシャーと思えば無理ですね。まあまあ普通にのらりくらりと行きましょう。固まれ、なんでやねん。OK 大丈夫でしたね。いい音だ。よいしょ OK。 さあ舞い戻りました。ちなみにこの台早く戻した場合戻せる可能性があるんやけど、それは多分あれよね、ネバーエンディングだけよね多分ね。グッドモーニング。さあ行きましょう。もう一発入れりゃいいんでしょ。入れてやりましょう。集中。サガ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 、ナイスサガ。ここオッケー、引いたサガ。もう一個はいかんか。よっしゃ激アツやってか。押せない、フリーズしてるっす。さあまあ頭のクラッシュでしょう。行きましょう。いやマジであんねんけどこの出目は。オッケーイエーナイス、素晴らしい。 Z ラッシュ、かわいいですねこの子ね。ちょっとコンボしっかり決めていこう。いった、ナイス2連。100枚でかすぎ、これは厳しい。ナイスサガ3連コンボきたよ。え100からのネガポジやばくないですか。いきましょう。ジャンプ以外シューティングともう1個あるんですけど、シューティングやね、連打す。でも最初から100やからな。どうなっちゃうこれ。500いっとけ。いやめっちゃ多い気する。 200? ちゃんです。水浴び完了からのコンボは言ってるわ。マジ5コンボやろこれ。あやばい、3桁濃厚じゃない。これ5コンボやろ多分。4コンボか。さあもう一発いきます。シューティングちょっとやってるかもこれ。各いや怖いの。200超えたんじゃんこれ。300いってそう。200やったわ、計算間違ってるっす。もう一発引いたら3桁濃厚です。とりあえずこれは無理か。無理やな。あーもう残り8ゲームで580。 OKOK 鬼のコンボでもう一個。あー弱いなー。あーでもまあ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 、ラストナイスさが粘りの差がナイスサガー4コンボ。いやー710、すんごい取れたし一枚絵がすごい、すんごい取れた。はいありがとうございます。3000枚っす。これでいやようやくちょっと Z ラッシュっぽいところ見せれましたね。まあ、だいぶやれてる方ですけど、シューティングのもう一個上も一応ありますけどね。100の時のネガポジやばいな先生。これここも貯めれるのがでかいんですよね。あっち、さあボーナス終わりましたね。緑まで育ちました。すごいボーナスでしたね。700枚取れた。いやめっちゃ出てるわ。3000枚すげえわ。3000枚突破。終わったー。差がまだあります。ない、弱いわ。いやーやっちゃった。3509枚。
成り上がり。さあ、というわけで最後で生紹介の方させていただきたいなというふうに思います。いきましょう。モンキー4000枚素晴らしいですね。あーめっちゃ綺麗よ。3800枚、3500枚。さあ、そしてトラブルは6000枚1人いらっしゃるんですね。5800枚、素晴らしいです。そう、あと番長もなんか全体的に盛り上がってる感じがします。さあ、乙女がまんま入れてますね、素晴らしい。バルブレイブさんは3500枚でやめられてる。ドラム今回だったから1台8500枚と万枚ありますわ。カラクリさんは6000枚、12000枚、すげえじゃん。しかも一撃。せいや海洋学生もまあ頑張ってるけど、海洋学生も関係ないから絶対。はい、というわけで、実践の方を終了いたしました。枚数的には3700ぐらいでございますかね。まああのね、今日別にそのこんな出ると正直思ってなかったし、まあ、出したこともなかったんで、まあなんかは嬉しいな。ただそれよりももっとそのゲームフローとかなんかまあこういう面白い部分があるんだよって、まあ、全部はねちょっとめっちゃ詳しいわけじゃないから伝えられへんねんけど、まあなんかその当時ね、なんかそのちょっと変わったやつ好きやった人集まれみたいな感じの気持ちでちょっと撮影したいなというふうに思って確保したんですけど、それ以上のものをちょっと個人的には見せれたかなというふうには思っております。はい、でまあ全部の理解は正直まあ最近スロット始めた方とかにはちょっと難しいかもしれないけど、まあなんか実はこういう内部システムでこういうことが行われてるとかをもっと勉強していくと、スロットってこんな面白いんやってもっとさらにね、思っていただけるかなと。まあ、最近の記事はやっぱりそのもっとなんか分からんけど出るみたいなのが多い中で、まあやってああやってね、システムの点でね、なんか評価できる台ってもっと珍しかったんで、まあ、どうしても打ちたいなと思っちゃいまして。伝わりましたかね、どうなんでしょう、わかんないですが、まあ、とりあえずプラスで終われたので、まあ、ミッション等はね全然クリアできなかったんですけど楽しめたんでよかったかなと思います。またミッションも新たに始まって枚数的にもねちょっと有利に進めれたんでよかったかなと思います。はい、ミッションクリアして多分11月で終わるんで、そこまで、罰ゲーム受けずにやっていきたいなと思いますので応援の方よろしくお願いします。この動画良かったらグッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいなと思います。さらにね、こういう台もっと面白いよとか、こんな台も、システム実は複雑なんだよとかあればぜひコメントで教えてもらえたらなと思います。ありがとうございました。お前が教えろやって話やけどね。ありがとうございました。マジか、勝てるでしょ、来い。あ、あ、来た来た来た、すっげえ。マジか、あ、あ、マジ指輪浮かせよ、うわ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。